私たちの住む地球では、想像もできない、ありえないことがいくつもあります。地球上で不可能なことは、宇宙のどこへ行っても不可能だと考えるのは、確かに自然なことでしょう。しかし、実際はそうではありません。宇宙は私たちの想像をはるかに超える不思議なものなのです。まず、影の話から始めましょう。影。地球上のあなたの影はいつも一人で、日中もついてくるので、いつもこうして見慣れているでしょう。また、あなたは他の人の影が一つだけであることに慣れていますが、実はこれは他の惑星でも経験するような普遍的なことではありません。あなたが影を一つ持っているのは、地球上の主要な光源が太陽だけだからです。しかし、もし太陽が二つあったらどうなるでしょうか。二つの恒星の周りを回る惑星は、スターウォーズのタトゥーインによく似ていて、毎日二つの鮮やかな夕焼けが見られ、影も一人一つではなく二つあるはずです。二つの異なる星を回る惑星、ケプラー 16b が発見されるまでは、それは SF の世界だけのものでした。もし、あなたが突然その惑星の表面にテレポートしたとしたら、極端な温度と大気不足から、おそらく、いや間違いなく死んでしまうでしょう。しかし、もしあなたが生き残るためのスーツを着てテレポートしたと仮定すると、あなたは二つの異なる影を持つ世界を経験することになります。地球で体験する、いつも孤独なあなたとあなたの影に友達ができるわけです。水。次に紹介する極めて奇妙な場所は、おそらく完全に水に覆われている惑星です。その名も GJ1214B という海洋惑星です。この惑星は地球の数倍の大きさがあり、私たちの地球の太平洋が水たまりのように見えます。地球の表面の 70% 以上を水が覆っているにもかかわらず、水は地球の全質量の 0.005% しか存在しません。しかし、GJ1214B では、全質量の 10% 程度を水が占めている可能性を持っています。つまり、惑星全体が数百キロの深さの海に覆われていることになります。私たちの住む海の深さはわずか 11km ですが、すでにこのような恐ろしいモンスターや、このような巨大なクジラが存在しています。10倍以上深い海にはどんなモンスターがいるのか、想像を膨らませることができるでしょう。もし船を不時着させたら、何が潜んでいるかは誰にもわかりません。氷。しかし、わかっているのは、この巨大な海の最深部、地下数百キロメートルでは、圧力が非常に高くなり、そこの水がアイスセブンと呼ばれるエキゾチックな氷に変化していることです。この氷は、皆さんが知っている地球上の氷とは違うものです。冷たさは全くないのですが、固体として存在しているのです。天気。アイスセブンのような現象は地球上では起こりませんが、次に紹介する現象も同様に地球上では起こりません。地球の天候はしばしば激しく予測不可能ですが、宇宙の他の場所に比べれば極めて穏やかなものだと言えます。例えば、CORROT7B という惑星では、水が降る代わりに岩石が降ってきます。これは、惑星の半分が2600度の高温で、残りの半分が177度の低温だからです。高温側の温度は、岩石を蒸発させるのに十分な温度なのです。地球で水が蒸発して凝縮して雲になるように、この星でも岩石が凝縮して岩石雲になるのです。この不思議な岩石雲は、液体の岩石やマグマを地表に降らせるのです。しかし、大気は上空に行くほど冷たく、冷たい側の温度はずっと低いので、マグマの雨は地上に降り注ぐ前に固まり、岩になることが多いのです。この惑星は、宇宙の中で最も地獄に近い場所のように思えます。風。別の惑星では、おそらくもっと奇妙な天候を体験できるでしょう。HD189773B として知られるこの惑星は、私たちから63光年離れたところにあり、木星よりも少し大きく、宇宙から見ると驚くほど美しく見えます。しかし、その美しさには恐ろしい秘密が隠されているのです。この惑星の大気は、主に計算円の粒子で構成されているため、このように見えるのです。この惑星の風速は5400mph、秒速 2km、音速の7倍に相当します。温度は930度に達することもあります。しかし、何よりも恐ろしいのは、この惑星が秒速 2km の非常に激しい風でガラスを横殴りに降らせることです。これはとても速く、
恐ろしいことで、もしそんな嵐がたまたま地球に現れたとしたら、地球全体をわずか5時間35分で覆ってしまうでしょう。そしてガラスの破片のような跡を残すのです。しかしこの嵐でさえも私たちの全宇宙で知られている最強の風と比べれば微々たるものです。それは惑星 HD189733B に吹く風です。この惑星はガス惑星で、片側が常に恒星に面しており、温度は966度にも達することが分かっています。しかし裏側の温度も688度とまだまだ高温です。ではなぜ裏側の温度はこれほどまでに高いのでしょうか。その答えは、時速2万2000マイル、秒速 10km、音速の約29倍にも達する超高速の風です。ちなみに地球上で記録された最速の風は1999年にオクラホマ州で発生した竜巻の時に吹きました。この嵐でさえ時速301マイル、484キロメートル程度であり、この巨大な惑星の嵐の73分の1程度の速さに過ぎないのです。もしあなたがタコを作って風を切って飛んだとしたら、たった1時間8分で地球を一周できることになります。タイタン。しかし最も興味深い場所はもっと身近なところにあるのかもしれません。具体的にはタイタンと呼ばれる場所です。土星の衛星であるタイタンは大気が非常に厚いため、2005年までその表面がどのようなものなのかさえ分かっていませんでした。しかしタイタンは非常に奇妙な場所です。大気があり、川や湖があって、まるで地球のように雨も降ります。しかし気温は骨身にしみるマイナス179度で、水は岩のように固く、化学物質のメタンが液体の状態で存在するほど寒いのです。タイタンの表面はまだ 20% しか確認されていませんが、その部分だけで地球上の何百倍もの天然ガスや石油があると推定されています。タイタンには文字通り雨が降るほど多くのガソリンがあるのです。いち早くこの星にたどり着いたあなたは地球一の石油王も夢ではありません。このことからタイタンを知ってもらうことが宇宙旅行を促進する一番の方法かもしれません。しかしもっと不思議なことに、タイタンでは理論上空を飛ぶことができるのです。大気は十分に厚く、重力も弱いので、腕に羽をつけて走りながらジャンプすれば鳥のように飛び回り、川や湖など異質な景色を楽しむことができるのです。もちろん身を守るためのスーツは必要ですが、それでも夢のように空を飛び、地球上ではありえないことを叶えることができるのです。本日はここまで。チャンネル登録、高評価をタップして次回の更新をお待ちください。